いかにこの岩倉高校が盛り上がってるのかを今この場で皆さんと共にそのパワーを見せていきたいと思いますね。みんな勉強してるか。AKB48 高橋みなみさん、そして渡辺真由さん、そして宮沢さえさん、どうぞ。皆さんこんにちは。ありがとうございます。 AKB48 チーム A の高橋みなみです。よろしくお願いします。チーム B の真由こと渡辺真由です。よろしくお願いします。チーム K の宮沢さえです。皆さん元気ですか。よろしくお願いします。なんかせっかくねここに学生がいて、はい、将来の鉄道マンをね期待されてる方がいるわけだから、はい、なんか彼らからこう勉強してみたいって気持ちにならない？ちょっとお願いがあるんですけど。お願いが、まあ、普段授業で習っている基本的な動作みたいな、おーおー、そういう動きをせっかくなのでやってみたいなと。やりたいです。なるほどね。まずはこのルーキーたちからですね、はい、その普段こうやってる、まあ一つ何かあるんだよね。これだー、すごいすごい。さあレピーター点灯用意。さあそれでは準備が整ったようですので AKB 点検灯参りましょうか。ではお願いします。いきます。レピーター点灯よーし、閉じ目よーし、ブレーキよーし、出発進行。アンストッパブルにかけまして、まあこの公開後も順調に運行できるように、はい、AKB アンストッパブル点検なんてやってもらいたいんですけど。アクションよーし、ストーリーよーし、キャストよーし、アンストッパブル出発進行。あー来ましたよ。完璧だ。来たね。来ましたね。実はですね、はい、やはりここにいらっしゃる未来の鉄道マンの皆さんにですねエールを送るべくあるものを作ってまいりました。AKB、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 駅弁ということで私たちから駅弁の方をプレゼント。お弁当。お弁当。はい、はい、皆さんカメラに向かって受け取るとこ見せてください。はい、カメラ、カメラ、あちらに向かってね。はいはい、これを食べて。そうですね、立派なね、ぜひ、はい、主役のお二人のような素敵で勇敢なですね、はい、テストーマンになっていただきたいと思っておりますので、はい、ぜひ頑張ってください。はい、はい、皆さんその思いちゃんと受け取ってくださいね。